こんにちは、まーです。消滅都市ゼロやっていきたいと思います。今日はですね、消滅都市ゼロ、ランキングを本当は上げたかったんですけども、今ちょっとまだね、苦戦しておりまして、110ちょっとクリアできてない状況なので、ちょっと動画まだ上げられずにいます。ちょっとギリギリになっちゃうかもしれません。明日までなんですけど。すいません。で、今回、非属性のランキングってことで、やっぱりこう今このルナちゃん入れてる人すごい多いじゃないですか。このアーティファクト生成のルナちゃん、もう私やっぱ火はねちょっと厳しいものがあるので、もういい加減火力を上げたいなと。でまあ今このね6倍じゃない星6 3倍フェスとかも来てるんですけど、どうしようかなと思ったんですけど、なんかすごいなんか今なら出るんじゃないかみたいな謎の欲望が出てきて、レインボーガチャ引きました。動画外でなんですけど、私もこれ出る気しかしなかったので、あれです、動画外で画面収録して引いてきたので、そちらの結果を見てください。どうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。虹封筒めっちゃ熱くなかったですか。私めっちゃもう動画外なのでちょっとなんだこの興奮は伝えれてないんですけど、あもうこれルナちゃんかもしれない、ルナちゃんかもしれない、どうしようって思ったら、アイナ、アイナでしたっけ、あれ星6なんですね。星6っていうか虹封筒から来るんだね。もうがっかりだよ。まあ福沢もね50枚ぐらいあったので、近くあったのでいいかなと思って、引かなきゃ出ないしと思って、出るもんも出ないって思って引いたら、もう虹封筒めっちゃ熱かったんだけどな。いやー、でスクラッチもねワンチャンと思ったんですけどね、まあ大天使祭りでしたね。はい、ということで、久々にね、レインボーガチャ引いてみた動画でした。ランキングちょっともうちょっと頑張ってみます。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。